こんにちは、名古屋家仏教の時間です。少しでも仏教を身近に感じてもらいたいと講座をしております平井和久です。よろしくお願いします。では平井さん、今日のお話をお願いします。はい、今回のテーマは仏法交流です。前回に引き続きということですよね。そうですね、はい、はい。前回の仏法交流というのは、仏法というのはお釈迦様の説かれた教え、仏教のことであり、交流というのは、交は起こる、始まるということですね。流は非常にこう広まる、非常に勢いが盛んになるということで、仏教が広く多くの人に伝わるという、こういう意味合いになります。日本においてこの仏教仏法が交流されたその礎、基礎を築かれたのが馬宿の王子こと聖徳太子でありました。そういうことは前回ご紹介しておりました。で、はい、で聖徳太子の功績ってたくさんありますけれども、非常にこの寺を建立したということでも知られておりまして、法隆寺、はい、法隆寺とか四天王寺とか、あ、そうですね、こういったあの数々の寺を建立されたと、はい、こう伝えられております。で、法隆寺というのはあの、名前の通り法、仏法が交流を盛んになってもらいたいという、多くの人に広まってもらいたいという、聖徳太子の願い思いが込められているのではないかなと、こう思います。はい、そういったことからも、いかに聖徳太子が仏法交流に、非常に精力的に活躍されたかと、いうことが分かりますが、他にもですね、あの十七条憲法というものが有名ですね。社会で習いましたね。その十七条憲法、この場合の憲法というのはあの今でいう 法的な拘束力のあるそういうものとまたちょっと違いまして、17個の、その心得みたいな、そういう内容になってくるんですが、その中でも聖徳太子はこの仏教という教えをぜひ皆さんの大切にしていきましょうということを訴えられているんですね。で、十七条憲法の最初に、和をもって尊しとなすと、こういうことが言われております。はい、この和というのは人の和ということで、団結していきましょう、協力していきましょう、仲良くやっていきましょうということですね。はい、その十七条憲法の2番目に、厚く三宝を敬え。ほう、三宝とは仏法僧なり、すなわち師匠の周期、万国の極宗なり、もうちょっと続きますが、はい、こういう一節があります。あ、それ17条のあの習った憲法に書いちゃってるぐらいのレベルだったんですね。そうですね、はい。厚くというのは深くということですから、深く3つの宝を、日本の皆さんぜひ3つの宝を大事にしていきましょうと、こう言われておりまして、じゃあその3つの宝とは、仏様が宝であり、仏の説いた教え法が宝であり、そしてその法を伝える僧侶がまた宝であると、こう言われております。そして師匠と言いますのは、これ生きとし生けるものすべてという、大正、乱正、失正、化粧というふうに言われてまして、はいはい、大正というのはあのお腹から生まれてくる生き物ということですね。人間とか犬とか猫とか、乱正というのは卵から生まれるということで、鶏カエル失正というのはあのジメジメしたところから生じるということで、菌類とかですかね、カビキノコですね、はいはい。化粧といいますと、突然ファッと現れてフッと消えるという、こういう生まれ方という、お、夢のようなといいますかですね、はい。そういう情風に言われておりまして、この師匠で生きとし生けるものを表しております。その生きとし生けるものの周期が仏教だと。周期というのは、最後消えするところ、最後落ち着く場所という、こういう意味で、ここに来てようやく、全てのものが、本当にこう満足できるものなんだと、こういうことなんですが、私たちはいろんなものをこう求めて信じて日々生きておりますが、中にはその信じていたものに裏切られて、苦しまれる方とか、頼りにしてたものが当てにならなくなって辛い思いをされる方とか、そういうことをずっと人生経験重ねてしてこられたと、こういう方もあるかと思います。
そういう中でこの仏教というのは、私たちが人間に生まれてきて本当に良かったと、こう心から喜べる、満足できる、そして裏切られることも見捨てられることもない本当の喜び満足を教えられていますんで、いろいろこう裏切られたりとか辛い思いをしてこられた方もですね、最後この仏教に来ますと本当にその心から安心できる、満足できる、そういう境地を仏教は教えてるんですよと、いうことを、これは周期という言葉で、聖徳太子は表されたんですね。次の万国の極周という言葉ですが、万国というのはこれはいろんな世界の国々ということですね、どこの国の人であってもということです。極宗というのは究極の宗教という意味ですね。ですよね、極める宗っていう字ですもんね、そうですね、今日宗教って言いますと多分多くの方がですね、あんまりいいイメージがないんじゃないかなと思います。宗教と聞くとなんかお金を取られるとか、 あんまりいいイメージじゃなくて、宗教さっていう言葉を使ったりとかね。そうですね、ですがもともと宗教っていう言葉のそんな悪い意味ではなくて、こう宗教ってのはこう胸となる教えという、ね、そっか、字で普通に考えたらそうですよね、胸っていうのは中心という意味合いでして、ですから宗教というのは私たちが生きていく上で一番大元となっている、一番その土台となる、自分の人生にとって最も大事な、一番その根本的なことを教えているもの、これは宗教というわけですね。その胸となる教えの究極となるものが仏教だと、このように聖徳太子は言われていまして、師匠の周期も万国の極宗という言葉も、仏教という教えはそういう教えだと、これ以上ないぐらい大絶賛ですよね。そうですよね、もう褒めちぎってますよね、でしかもまだ仏教がこの入って間もないぐらいの、そういう時代に、非常にそこまで日本の皆さんぜひこの仏教を大事にしていきましょうと、ここまで言われているっていうのが、非常にこうすごいなと改めて思うんですが、仏教はこうインドで始まって、そしていろんな国々に伝わり、そして日本にもこう伝来してきましたけれども、もし日本にこう聖徳太子という方がおられず、そしてまた聖徳太子が、ぜひこの仏教を日本にこう導入して本格的に広めていきましょうと、こういうことをされていなければ、おそらくここまで日本に仏教が根付くっていうことはなかったんじゃないかなと思います。こういう聖徳太子という方の功績によりまして、日本は仏教国と今日なっておりますが、ですが聖徳太子が一番望んでおられたことは、寺を建てたりとか、またその形上その仏教国っていうことではなくって、やはり仏教の教えを一人一人がしっかり学んで、その仏教精神を身につけてもらいたいと、こういうことを一番望んでおられたんじゃないかなと私は思っております。これまで名古屋仏教の中でも知ることも大切だけれども、それを周りの人に伝えることはもっと大事なんだよっていうのがたくさん出てるじゃないですか。三方の層が宝に入ってるっていう部分もそうだと思うんですけども、そういう面ではこう考えると、聖徳太子さんは最高級のその人に伝えるということをされたのかもしれないですね。そうですね、もちろん聖徳太子は僧侶ではなかったんですが、ですよ、ね、されたことはまさに僧侶の役目を果たされたんじゃないかなというふうに思いますね。もう一万円札は福沢諭吉になっておりますけど旧一万円札を見たときにはありがとうって言いたいなと思います。はい、そうですね。こんな締め方ダメですか？いや、別です。はい、じゃあ今日もありがとうございました。ありがとうございました。